今俺この中にちょっと色が違うやつを一応今入れてんのよ、この中にね。そうだ。そう、色が違うやつをそう入れてて、要するにこうやってみんなでこの周りからこうやって一個ずつこうやって掘ったりするんよ。パッて、うんうん、その面積面的にここ掘った時にこことこことかに見えちゃったりしたら、あの、はいはい、その人がアウトみたいな罰ゲームー。そうそうそう、それでちょっとまあセリフ言ってもらうみたいな。作れた作れた作れた、ええやんええやん。目を10個ぐらいあるかな。ハルタの横、ハルタの横。よし、ずるいやん、なんか俺だけ一人だけなんかちょっと一人走りすぎ仲悪い、うん、距離置かれてる、距離置かれてるな。どうしよう、うわー近い。もう、なんかどうなってんのこれ。もう合体してるよ、合体してる。え、待って、こっち向いてみてくれ。二人でじゃあこっち同じ方向見てみて一回。え、これどうなってんの。俺の、俺のあー、合体、あー二重人格みたいになってもうてる、完全に。今はもこみちゃん、今はもこみちゃんが出てきてる。あー多分もこみちゃんが多分顔を後ろにヒュッて多分下げると、うん、それ前な。あ、そうそう、うん、誇張さんが出てくる。ハーフ&ハーフになってるで。うわすごい、いいやん。これもう目と目が合うってこの目しかない。画面にそれどうなってんの。あ、そっか、でも普通に声には近づけないのかこれ。俺も合体したいなと思ったんだけど、合体できへんわこれ。うん、起きた時にこれだ。もうなんか猫目の頭の形がわかる。すごい、もう目の前アイディ行くか、じゃあ。なんかでも罰ゲームやっぱつけたいよな。セリフ言ってもらわないけど、セリフの罰ゲームにする。2回目引いた人はちょっと男の子が喜びそうな言葉しか言えへんみたいな。いや、そしたらなんかちょっと恥じらいがあって、いや、むしろお前の場合は喜ぶのか、もしかして言いたくて喜ぶのか。え、何が嫌だ逆に。こういうセリフ言いたくないとかある？なんで？別にないもんな。ないもんな。そしたらか思うんだよな。1回目はじゃあそのキャラクターとかのセリフでいいんじゃないかな。キャラクター名言というか、なんか胡蝶さんだったらなんかあのもしもしとか。だめだ、うち絞れたしか浮かばないんだよな。もういいか、じゃあもうじゃあ下ネタ言ってもらうか、もうじゃあ。私はもうハルトンが言ってくれるのはご褒美だけど。いや、確かにそれはあるな。みんなからしても多分そこ言ったら多分あれだよな。むしろ地声で言ってほしいぐらい。地声で言うのが恥ずかしいですよね、どちらかというと。キャラクターで言うと、なんかキャラクターから借りてるんで何とも思わないんですけど。あ、逆に地声で、あ、じゃあ地声でいいかもしれん。幼女です。幼女いいじゃん。幼女でーす。え、幼女が2人もいる。お願いします。ちょっとじゃあ幼女です。よろしくお願いします。あ、はるちゃんですね。はい、じゃあ右の方は、はい、もこちゃんです。お願いします。もこちゃん、あ、いいね。あ、かわいいね。じゃあちょっと待っててね。ちょっと今から、はい、ちょっと待っててね。はい、あれ、はい、何してるの。はい、いや、これでね、今から楽しいことするからね。ま、楽しいこと、うん、楽しいことだって、もこちゃん。ちょっとでも怖いよ。怖いね。ええわこれ。何やねこの茶番。また幼女監禁のあの茶番になってるから、これ完全に。怖いよ。じゃあ俺とりあえずじゃあここ掘るわ。これが見えたらもうアウトね。これが見えたらセリフを言わなあかん。この白いやつね。わかりました。よし、じゃあ俺から行きまーす。行きますね。はい、じゃあまあじゃあ安定に、じゃあここの真ん中らへんから行こう。ここでいいや。あー、はい、オッケーです。はい、どうぞどうぞ。私、うん、どこでもいいよ。え、じゃあ白いのが見えたらダメなんですよね。え、そう、白いのがもう見えたらあかん。そう、白いのが見えたらあかん。なるほど。そう、大事なことやから2回。ああ、いいのか。ああ、いい。オッケー。ああ。マジどこでもいいよ、ほんとに。え、まあ、多分序盤はサクサク言っても多分大丈夫だと思う。
ああ、ナイス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 。美味しい。え、じゃあ俺、じゃあここ奥掘ろう。お、お、お。なんで俺なんて一番最初。なあ。マロさん、マロさん、これカットしたいな。マロさんの幼女セリフはまだですか。それね、じゃあ。はい、オッケーです。マロさんの萌え声まで、3、2、1、9。お兄ちゃん、大好き。大好き。あー、もう俺やめてよこのゲーム。もう無理だ俺。いやー申し訳ない、リスナーのみんなにも申し訳ない。なんで初手が俺なんだって多分思ってる人多分多いと思う。ごめんね、これ見に来たし、ごめんね本当に。はい、はい、次みんな引いてってくださいどんどん。これ一番上の端っこはなしですよね。あ、いや全然いいよ、全然いいよ、あり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 。あ、そうなの、端っこなしなし。あ、そうそうそう、あそこでもいい、全然。じゃあ次、あ、俺か、次俺だ。はい、じゃあ俺ここ行こう。うわ、危ねえ、ちょ、マジ怖いんだけど。嫌だ俺もう。どし、変なの言いたくないからな、ここ次行っちゃう。え、どう、よし、え、マジ、え、まだ出てこへん、ガチか。次はじゃあどこ行く。どこでもええで。あー、うわー、いた、サボテン。よし、これはどこだ、ここ。あー、硬いね。じゃあ俺ここ行こうかな。え、大丈夫だよなマジで。もう俺嫌なんだけど、俺喋るの嫌なんだけど。あ、よし、オッケー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 。お、サボテンだ。どうなの、マラさん、もう完全安全地帯でしたよ。下もないし、左右分かってるし。分かってんな。この娘分かってんな。完全安全地帯入れましたか。いいぞ、次は幼女だ。やったよ。あ、やった、早っ。あ、ほんとだ、開いてる開いてる開いてる。全然見てなかった。じゃあ、こちらは開拓されてないので。さあ、どっか行く。あー、あー、いいとこ行ったな。じゃあ、俺ここ行こう。よし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 、映像映像映像。ここ。いや、なかなか出てこんな。結構埋め込んだんだけどな。結構中に埋め込んだんだよね、言うても。あー、じゃあ、外側やってるうちはあれですか。そう、多分外側やってるうちは多分大丈夫。あ、なるほど。あ、見えたぞ。見えた、男リスナー、これ歓喜だ。歓喜やなこれ。校長さんのセリフで3、2、1、9。パンにする、お風呂にする、それとも私。やーばっ。うわー。イエーイ。あ、恥ずかしがってる、恥ずかしがってる。くっそかわいいなー。やばい、かわいすぎてサボテンに押し付けたくなる。いや、これ最高の企画だぞこれ。あ、もう俺やめてよこのゲーム。よー、次、ようぞ、行きなさい、もこみち行きなさい。じゃあここ、あ、え、あ、めっちゃ綺麗に出てきたな。めっちゃ目の前だ。うわー、かわいい、クリーパーの顔してんだよな、しかもこれ。いいじゃん、当たりじゃん。では、そんなもこねのセリフまで、3、2、1、9。ねえねえ、かまってよ。うわあ、いる、いるぞこれ。TikTok とかでよくおるな。はい、かわいいな。どうしようかな。結構でも、もう三つも出たのか。そうですね。八、うん、つですもんね。じゃあここで。あ、え、めっちゃ当たりや。なええな。これはねー、もう男の子のみんなこれ喜びますね、これもう歓喜を感じ、喜びます。ほら、おじさんも喜んでるわ。そんなはるちゃんの恥ずかしいセリフまで3、2、1、9。まだ帰りたくないな。
もうちょっとだけ一緒にいよ。やばっ、えぐい、待って、ちょ、俺本当にやばいんだけどこれ。俺ちょっと、俺録音してこれよくちょっと寝る前に聞こう。うるよ、えぐい、角に、角に座って、これが本物なんすよ、これが。みんなこれもう、これが本物ないよマジで。いや恥ずかしい、ちょっと俺も恥ずかしいよね、ちょっと俺逆にも顔見れへんわこれ。やだー、マジ俺今マジ顔赤いかもしれん。超恥ずかしいわそれ。そうですよ、私がですわむしろ。いやー俺マジいいの聞けたわ、よかったこの企画考えて。じゃあ俺フォローここ。よしよしよし、オッケー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 。うわー、まあ、これだけで取れ高めっちゃ高い、前編後編に分けたいレベルやわ。めっちゃ早く引くやん。めっちゃ早く引きよるな。早い気だな。早い気だな。名前通り早い気やな、お前。よし、じゃあ次何言わせようかな。はい、はい、ベッド持ってきたんで、はい、いいっすよ、いつでも。あ、いいですね。あった方が分かりやすいと思うから。カメラアングル撮ってください。そう、これみんないいよ、これみんな。みんなそうしよう、これ。これで。ええー、なー、これ。おじさんも来たぞ。おじさんも来たぞ、ちょうどいいところに観客で。いいだろ。あ、やった、よしよしよし。はい、じゃあそんな、もこねのセリフまで、3、2、1、9。ねえねえ、お兄ちゃん、一緒に寝よ。ええなー、ええなー。みんなその恥ずかしくなってさ、顔づくめるのもおろいなさ。ええなあ、やっぱこれご褒美企画だな、マジで。え、どうしよう。いいよ、次はるちゃんやで。ここあー、いいとこ掘るねえ。じゃあ俺もちゃんと攻めようかな、一応。あ、こっちあんま攻めてない。いや、マジ、いや、マジ迷う。こっち側全然出てないですもんね。どこ、こっちこっちこっち。うん、どっちや、ここの面か。じゃあ俺、あー、いやいけるか、頼む頼む、ここで。あ、OK、 おー、トリマーは大丈夫、ここ、ね、意外とね、この手前の方入ってる時もあるから、やっぱり一回掘って、二回目ぐらいかな。一回でも見える時、見えるところ置いてあるけど、あ、よしよし、え、ちょっと、あ、待って、え、いや、いいよ、そんな。ええー、なー、2回目やで。コネのチームまで、いこうか、3、2、1、9。脱いだら、結構筋肉すごいんだね。ちょっと、犯罪者の笑いみたいになっちゃうから。危ない。危ねー。あー、よかったよかった。おー、攻めたと、攻めた。あ、でも、そっか、横だけだった。あれ、あ、え、そんなことないのか。いや、悩むな、どうしようかな。ここ。いやー、怖い。まあ、言うて手前もあるときあるからね。うん。さあさあさあ、どこを掘るのか、次は。結構ね、連チャンで出てる。待って、あ、2個出てる。これは2個セリフ言わへんとあかんな。ちょっとこれね、これね、ラッキーブロックなんですよ。これ僕が仕掛けていた、これラッキーブロックです。言われた瞬間でしたね、今。これ連続で出ることも、みたいな。これね、申し訳、これ、たまたまです。まあでも、まあでもこれ2回分やっぱね、これ出たらね、これ言ってもらわんとね、これ困るよね、こっちもしてもね。そうやっぱ2回目言ってもらえたよね、ちょっと。うん、じゃあ何のセリフ言ってもらおうか、これ。はい、私言ってほしいの、今度。そんなはるちゃんの恥ずかしいセリフまで、3、2、1、9。え、一緒に寝ないの？こっち来てよ。寝ます。はい、行きます。
じゃあそんなはるちゃんのセリフまで3、2、1。こうなったの先輩のせいなんですから、責任取ってくださいね。うわぁ、俺が顔隠したやん、もうもう場所の取り合い。いや俺ちょっと本当に我ながら神企画考えちゃったかもしれないな、これ吟味しとるな。もうさすがに引けへんもんな、2回連続言ったからな。どうしようかな。そうそうそう、こいつ好きだな、ここ入ってる。あー、ええー、な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 。いや、結構、結構、中見えてきたぞ。中見えてきた、うん、わ、マジ迷うな、これ。じゃあ俺すっご邪魔だよ、おめえ。おめえ、邪魔だよ。じゃあここ行こう。あ、オッケー、攻めた、攻めた。ない、ない、ない、ない。攻めたぞ、攻めたぞ、俺だろ、攻めたぞ。なんや。いや、じゃあ同じとこ。えい。なに？お、あー、なるほどな。じゃあこれ掘ってもええかもな。これ掘っとくか。お、もう全部周り見えとるからさ。うんうん、ええかなーって。あーあー、ええなー。じゃあ俺じゃあここ行くわ。おーし、おー、じゃあ私ここ出たー、隠れミッキー的なやつ。じゃあそんなもこねえのセリフまで3、2、1、9。もう帰っちゃうの？今日は朝まで一緒にいれると思ったんだけどな。かわいい。超かわいいやけ。かわいい。ええな、そんな妹だったら欲しいよな、ほんとに。いいな、ダメだわ、にやける、にやけるよな、やっぱちょっと。うわ、じゃあ俺ここ掘ろうかな、ここ。じゃあここ行きます。なんでだよ。いらねえよ俺。マジかよ。生田さんのイケボまで3、2、1、9。髪に芋けんぴついてるよ。なんやねんこれ。意味がわからんセリフ言わされた。恥ずかしい。ここ行こう。あー、よかったな。意外と下もあるからね、一番下も。ここ。おー、強い。強いぞ、それは。それ強いな。じゃあ俺ここ行くわ。じゃあここ。あ、あれ、あれ、ありますね、これ。俺ありますね。はい、はい、じゃあ、はい、決めました。はい、大丈夫です。はい、じゃあそんなセリフまで3、2、1、9。お兄ちゃん、大きくなったね。あれ？危ない危ない。ワンちゃん、あ、え？隠したら？いや、もこみちゃん、なんか、え、ちょ待って、いや、確かこの上があれやったかもしれん。もこみちゃん、え？マロさん、マロさん、何ですか？マロさん、そこ。あ！はるちゃん、それはあかんわ。すいません、すいません、僕が見つけました、すいません。うわー、マジか。いや、バカみたいに掘るんじゃなかったな。いや、これマジで月が出た。くそー。この最近流行りの、私あの最近佐藤健にハマってるんですけど。あー、はいはいはい、あの会話のやつな。LINE の、うん、そう、ドラマにハマっててですね、あのバーカが好きなんですよ。だから、はいはい、好きだよバーカって言ってください。
えぐいなそれえぐいな好きだよバーカか。あ、マラさんのセリフまで3219。好きだよバーカ。待って待って、わかった。無理です。あ、うまかった。もう無理です。え、じゃあ一回みんなでも普通に解体してく、じゃあもう普通に解体してこうか。じゃあ解体しとかみたいな。そう、解体してまあ引き当てちゃったらもうちゃんとちゃんと自習宣告しよう。えー、わかりました。じゃあ開拓していこうか。わあ、でも全然ないな、見つからんな、ないな。なんか上にいそうだけどな、なんか確かに意外と凝ってないからね。上もしかしたらあるかもしれへんけどな。いや、もうこいつないね、全然ないね、こんな掘ってるのに、うん、全然掘ってるのに全然ないんだよな。ない、おかしいな。そしたら全然見えてるんじゃないですか。え、なんか、ね、すごい掘っ、ね、俺らめっちゃ掘ってんのにね。ないです、もうマロさん締めだったんじゃないですか。俺締めだったのかな。あ、あれ本当にない、もう本当に全然めっちゃくです。しかも今、はるちゃんがさ、一生懸命掘ってる最中さ、あれ、一生懸命掘ってるないなって言いながら、はるちゃん後ろ見て。俺、ずっとここにおった。はい、私もここにいた。こいつ、埋め上がった、こいつ。ダメ、ダメだよ。しかも、ここやんな。見えてたね、見えてたね、はるちゃん。じゃあ締めははるちゃんにお願いしようか。じゃあこれ締めこれ締めだよな、これ絶対もう多分ないもんな、ないな、これ締めだな、これ多分、これ多分マジで締めだ、うん、そうちゃうね、はるちゃんが本当に引く前とかに正味多分気づいてくれるかなと思ったら、マジずっと作業してるから。いや、みんなやってるもんだと思ってて、ないねとか言ってるから。モロさんとずっとサボってた。だから言ってるとは。楽しかったな、このロシアン鉱石。じゃあ、ボコビちゃん、お願いしていいですか。ちょっと俺、なりきるわ。男子高校生になりきるわ、若い時思い出して。じゃあ。ツンデレでいいかもしれんな。いいよ。じゃあセリフ2219。どうしたんだよ、こんなところに呼び出して。あ、ちょっと渡すものがあって。何、渡すもんって。え、今日バレンタインでしょ。あ、確かにバレンタインやな。あ、別にあんたのために作ったわけじゃないから勘違いしないでよね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう受け取ります。いくつでもチョコ受け取ります。あら、見えなくてきちゃった。いいな、なんかこういうのもありだな。はい、ということで皆さん、今回はね、みんなの可愛いセリフが聞けたということで、もしね、好評だったらね、また第2弾第3弾でね、やっていこうかなと思うんで、もしよかったらこのセリフよかった、このコメント言ってほしいとかってあったらコメント欄とか、ぜひぜひください。ということで皆さん、この動画がよければチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ってことで、いってってことで皆さん、またバイチャーバイチャー。